出てくるっていうかねもう飲み放題あるから置いてあるところがあるんですよーあーなるほどあそれは私見たことなかったなぁないうん、えー、マムルシェフさん広島の知り合いの姉さんは確かに酒飲みだ <laughs> どうなんですかね全国的に見たら強いのかなわかんないだから僕ね広島とか行くじゃないですか、はい、そしたら地元の人たちと飲んでみたいねああ。 絶対その方が面白いよねうん広島弁に圧倒されるんじゃないですか <laughs> 圧倒されるかな広島弁って強い怖いって言う <laughs> 怖いみんな怖いって言うじゃないですか広島弁仁義なき戦いの影響がありすぎてあまあねそうどうなんですかね沖縄も言葉はそんなに綺麗な方じゃないからねうん言ってみたいなちょっとただちょっとやっぱりニュアンス、うん、アクセント違いますよね田辺さんね やっぱ違います。違う。まあそうですよね。うん、なんか独特。<ー> <laughs> 独特これ広島は普通？えこれまだあれですよ。なまってない方ですよ。マジ？うん。あっちの人と喋るときはもうすごい出る。こっちに来てたる,時はてるーーとは <laughs> <laughs> 忘れてるんですよ。忘れているんですムーさんがあの忘れてるんですよ。でなんかこのこっちの沖縄の方言とか、うん、まあ関西の人がだっていろんな県の人がいるから、うん、あのあんまり広島の人とし がいないので、忘れるんですね。なるほど。でもたまに帰省して広島の友達と喋ると、おすごい広島弁と思うんですよ。あでこっちに帰ってきたら広島弁がすっごい激しくなってる自分に気づきます。ああそうなんだ。そう。どんななんだろうね。じゃ慶能って本当に言うの？男性は。へえ。うん。じゃみんなヤンキヤンキーみたいだね。 うーんかなでも女性も「じゃけね」とかあかわいいじゃないですかかわ <laughs> <laughs> いいですかじゃけえねかわいいっすよ <laughs> <laughs>、はい、という感じですけど<ー>、えー、どうします一旦 CM いきますかあそうですね、うん、はいだいは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 いこいはいはっていいねいは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 はい しゃべりすぎですか <laughs> 全然全然こんな雑談が俺はいいかなと思ってます。うんうんうん、案外いろいろ喋ることありますね、うんうん。今日はコメントいっぱいもらえて嬉しい。ありがとうございます。山口県生まれの愛媛に来て20年、博多弁が一番可愛わかわいい。 私も博多弁が良かった、まあ、<laughs> 博多弁のね、今 MC さんいるんですけど<う>かわいいかわいいですよね、うん、めっちゃかわいい博多弁でもその人は、うん、博多弁が可愛い,いっていうのも知ってて使ってるって言ってたさすがですよいいんじゃないですかうん、うんいや。私も広島弁可愛い,いって言われたらガンガン使いますよ <laughs> 広島弁可愛いくないよ可愛い,いって言う人と怖いっていう人に分かれます

お仕事終わりに見てるしちょさんのコメントもやり、うん、ましょうはい皆さんこのメガネ女子さんに質問ありますか <laughs> メガネ女子広島のじゃあ一回ちょっと私が言ってからまた始まったらいいですよねどうぞ 田辺恵美子のスペシャリストにインタビューをお届けしています。後半もこちら F. M. 技能はの社長山内一郎さんとお話ししていきたいと思います。<laughs> はい、ただこれだけが <laughs>。<laughs> <laughs> 言いたかった <laughs>。なるほど。はい。えー、まあ、のみの話でね、<laughs> ちょっといろいろ言ってますが。はい。えっとー。沖縄大好きさん、お仕事終わりに見てるっす。まだ腰痛と格闘中。 ねお仕事で腰痛になったってことかな私アアみたいにそうだろうねうちょっと大変ですねあひまわりさんこんばんはまた来て待ったなも名古屋弁だってあっ待、ま、ったなもまた来てしまったみたいな、うん、そんな感じかなねえうん初めて聞いた待、ま、ったなもまマルシェフさんがメガネ女子に惹かれる午後 7時台ありがとうございますはい嬉しいですやる気が出ます <laughs> <laughs> 田辺さんあれですか結構モてますか、はい、モてるってどんなのですか全然モてないですよモてないうん誰も言い寄ってきてくれないです <laughs> 言い寄ってこないんですかあエマちゃんも来たこんばんはこんばんはなんか言い寄ってこられるのを気づかないタイプっぽいよねそうなんですか分かんないけどうーん でも特に食事とか誘われないです。そうなんだ。なんだろうね。がっつりこう飲みそうだからかな。ひどい。飲ましてほしい。僕飲むと聞いたじゃないですか、田辺さんに。どんな飲み方しますみたいな。あねねねね怖いんですよ。なんかね。変わりそう。でも変わらなかったです。変わらなかったけど、変わりそうだからやっぱみんなちょっと二の足を踏むんじゃないですか。ええやだ。ええとかやるよ。ええ。そうなんですかそのキャラ。 やだな。いやだ。やだな。本当ですか。でも実際は違うからいいんじゃないですか。実際違います。違います。そうですか。はい。えっとひまえさんメガネ女子とかメガネ男子はポイント高いよ。お山口さんもメガネ男子。そうですね。良かったですね。高いといいですね。なぎすけさんこんばんは。こんばんは。いっぱい来てくれましたね。嬉しいです。ありがとうございます。 さあ田辺さんその沖縄に来て、はい、えっと四年半ということですけど、はい、えっとなんか変化とかありました沖縄に来て変化ですかそう自分の人生観なり恋愛観なりうーんそうですねあでもね変わりましたよ<あ>うん変わりました変わりましたそういえばそういえばそういえば <laughs> <laughs> うんなんかねやっぱり、うん まあこの友達とかがすごいいてただ学生時代にこっちの大学だったとかねそういうのがあってきたわけじゃなかったのでやっぱその知り合いとか友達とかもいなかったので一からだったんですよでね本当にねこっちに来てすごい思ったのはああもうねこれすごい体験したんですけどねあのね本当自分のね体のねこの血液とかね なんかすべてがね <うん S 1> あの人のおかげで成り立ってるんだっていうねことを思ったんですよそうなんかきっかけあったんですかで <ね S 2> いやただ何気ない日常の中だったんですけど急にうん急にそれ何中か覚えてますシャワー中とか運転中急にだね本当に急に運転中で、<うん S 1> でなんかでもあの 前のね旦那さんがねいい人だったので、うん、あの車ね、まあ、1台ずつ所有してたんですけどねその車ね持ってっていいよって言ってくれたんですよでね、うん、沖縄ってね本当電車ないから車社会じゃないですかで沖縄に私行ってすぐにこうやっていろいろ動けるのはその前の旦那さんが車を持ってっていいよって言ってくれたから、うん、当たり前のように車を運転していろいろ出かけれる。 だなと思ったんですよで他にも本当に、うん、あに広島から沖縄に来る時にね、はいうん、最後ね「頑張れ」って言ってねてうんですよ名前私分かんないんですけど、うん、お金を入れてねお世話になった先輩が<ー>ねそれでね朝ねまあその前の日はね一緒に飲んでねその先輩の家に泊まったんですけどねすごいよくしてくれる先輩で。はい で最後ね、朝ね、その先輩会社に行くと、前にね。これ持ってけ、みたいな、まあ女性ですけどね。お金をね、渡してくれてね。そう、そうなんですよ、それでね。こうエールを送ってくれたりね。あとはですね。まあこの。素敵ね広島の。広島で最後に働いてた会社の。あの。一緒に働いてた男性のね、人がね。 これまた沖縄に来る前にね一緒にご飯食べようって言ってで食べてたんですよでそしたらこれをねあげるよって言って CD をねくれたんですよねで何これってなってからでなってからなっ中島みゆきのあのアルバムだったんですけどじゃあバックにかけるかありがとうございますでなんかそれの 数曲入ってる中の「ファイト」っていう曲をあの今から一緒に聴いてほしいって言うんですよ。で「え?」って言って「でなんかファイト」ってあの昔ね「あの千代たドリンク」でしたっけの CM かなんかに流れて,てなんかあの知ってはいたんですけど全部聴いたことなかったんですよ。で「じゃあ一緒に聞こう」っ,って言うからじゃあ一緒に聴いたんですよ。 あのそしたらそのこの「ファイトの曲をしかしも見てくれた人はあの分かると思うんですけどその例えば中卒とかでこの社会に出てこの学歴がなくて厳し,か厳しいまあ時代今はそんなんじゃないと思うんですけど昔そういう時代があった時にそのそれをそういう自分も,もなんていうんですかうまく言えないんですけど乗り越えて頑張っていけよみたいな感じの曲で,で。 あのでも頑張ってる人を笑うやつはもうほっといて、うん、なんか自分が頑張っていけばいい,い,いんだよみたいな説明が下手なんですけどなんかそういう歌なんですよ。うん、ですごい感動して、うん、その気持ちが嬉しかったんですよね。なるほどで私はその沖縄に来て、うん、まあ初め会社の寮に入って。うん、であの おう感極まっておりますちょっと泣きたくなかったんですけど <laughs> <laughs> 泣いちゃいましたね俺ももらい泣きするからやめてください嫌ですねこういうところで泣くの <laughs> 大丈夫ですよラジオはね感情が出ますからしょうがないですで沖縄でうん まあ自分が選択したことだから、うん、本当に後悔とかはないんですけど、うん、でもまあ大石さんっていうんですけどね、うん、もう大石さんのその気持ちが本当にうれしくて、うん、で本当になんか誰もし知り合いがいないところから、うん。 一からやるぞって決めて、うん、でその時に別に本当にみんなすごく良くしてくれたんですねそのの会社の沖縄の会社の人もすごい誰もそんな悪いことはしてないんだけどやっぱり、うん、なんて言うんですか初めから人間関係ができてるわけじゃないしその何でも喋れる友達がいるわけでもないしでも 自分はここでやっていくんだって思って毎日その曲を朝かけてそれで自分を奮い立たせて会社に行ってたんですよだから何か本当に広島のそうやって応援してくれる先輩とか友達とか親とか。 前の旦那さんとか、うん、そういうものがあって、本当に。今の自分がいるんだなって思って、うん。めっちゃ泣きますね、私。めっちゃ泣きますね。やばい。ここまで泣く人も珍しい。<laughs> <もう S 1> だいぶ、だいぶたまってたんでしょうね。なんかでも本当に。<うん S 2> 本当にいつか大石さんに。なんか。 お礼が言いたかったんははいはい、はい、なんかいつも冗談ばっかり言って、うん、でラジオも毎週聞いてくれてるんですねあこれも聞いてるかなあ <laughs> ますよ絶対今大石さんめっちゃ泣いてますよ大石 <laughs> さんのせい <laughs> <laughs> そう、うん、それで本当にでもじょでいつも私ラジオが終わった後、うん、親と大石さんに電話するんですよしてるんじゃないか <laughs> 今日もじゃあ電話してくだねそれで大井さんがいつも<う>んどんな時でもよかったよって褒めてくれるんですよでなんかいつも本当しょうもない話しかしないんですけど <laughs> うんうんなんかでも本当にもう親っていうぐらいもう親友っていうか分かんないですねなんかもうすごい大事な存在でい,やいいですねそういう存在は大事ですよね本当にそう だから大石さんにいつかラジオでこのこと言うねって冗談で言ってて、はいうん、そしたら毎回今日も俺のことが出てなかったって言ってらららら冗談で言ってくれるんですよ、うん、<laughs> でも今日言えてなんか良かったですありがとうございますはい、えー、コメントもいっぱい来てますよはいムーさんは素敵な先輩なんだろうなうん その先輩にしてもらったことを人にやりましょう俺はそうやって生きています,ということです本当ですねこういうのが回っていくとね、もうちょい世の中良くなりそうですけどねうこういう思いがねひまわりさんこういうのを目の,目の当たりにするとすぐにでも走り寄ってハグしたくなるありがとうございますハグしてください <laughs> なんだか <laughs> 違うなんだかな <laughs> 違ったまあいいと思いますでもねやっぱそれが素直な気持ちですからねはいもう曲流すからめちゃくちゃ泣いちゃったじゃないですかいやいやもうめっちゃ我慢したのにそうなんだだからもうねどんな話しようかなってちょっとしづらくなってきましたけどこのあと思ったより重くなったみたいなったねまああでもの 人のねおかげで生きているっていうのがやっぱこっちで分かったということでそうですだからやっぱそういう孤独を味わったからこそ分かるっていうのは絶対あると思うんですよねねだからいいんじゃないですかいやそれだから本当に大きな経験になりましたね自分の中でそうねそうですねだからよかったきて良かったですねきてねよかったですもう孤独なしでは語られないです自分の人生そうですねじゃあこのあと えとまあ、今も仕事ついてるじゃないですか、はい、でこのあとどんなふうにやっていきたいですか、うん、そうですね夢夢夢語りましょう夢ですかやっぱ夢語ってる時が楽しいですからそうですね、うん、でも本当ににんかそういう、うん、ムーさんがね先輩にしてもらったことを人にっていうふうにコメントくださってますけど、うん、私も本当にあのその 経験がきっかけですごいなんか今まではすごいいろいろしてもらってまあ今もすごいしてもらってるんですけどいろんな人にねでも自分は今までの人生ではなんかそう与,え与えてない与えてるって言ったらなんかすごいなん,かあのなんて言っていいんですか偉そうっていうか,なんていうか上から上からな感じなんですけどでもなんか人のが喜んだらいいなとかなんか人 喜ばせてあげたいとか良くなってくれたらいいなとか、うん、なんかそんなんあんま考えたことなかったですよね正直でもなんかそのこの経験がきっかけに、うん、なんかそれをしてなかったなって気づいたんですようん、うん、だからなんかこれからの人生はなんか人が喜んでもらえたりとか元気が出たりとか、うん、なんかそういう私が言ってくれたからなんかあの時うん 一歩踏み出せたよとか元気が出たよっていう風に何か言ってもらいたいなってなんかすごい思ったんですよねなるほどだからなんかまあそういう形はまあどんな形になるかはまあこれからなんですけど模索中そうでもなんかこれからの人生はそういう風にやっていきたいなって思ってます待ってますいつでもいいですよ そう, <laughs> そうなんかそれを待ってもっと具体的にねはいはいはいでも全然抽象的でもいいんで待ってるんだはいヤマツさんのために何かねはいやる費用 <laughs> <laughs> 個人的にね何でもいいです個人的でもお金でも何でもいいですお金で <laughs>、はい <laughs>、はい、でもいいですね素敵な 考え方だなと思いますね早く気づければよかったんですけどねそううですかん気づくべくして気づいてきてるからいいんじゃないですかまあまあねそうですね多分一生気づかない人もいるだろうしうんはいろいろ紆余曲折がありますからんですねう間違いないとかね山内さん泣かせたらだめよって来てますけど本当ですね僕がちょっと泣かせましたね。 大石さんです。よ <laughs> あの曲のバック <laughs> BGM はやばいです <laughs>。やばい。そうですか <laughs> はい。まあね、えっ、ー、と今日は田辺さんの話いろいろ聞いてきましたが。はい。えっと沖縄に来て好きなうん、うん、食べ物。<laughs> 食べ物。沖縄の。沖縄の食べ物結構好きです。だってさ、もう夢で実は一回ストーリーは終わってんですよね。そうですよね。でも時間は余ってるので。うん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 。ちょっと雑談しますか。そうですね。 もうちょいねこれぐらいの時間帯でちょっと泣かしとくべきだったなていうか雑談めっちゃ楽しいです雑談楽しいでしょ雑談楽しいです,いですラジオはねこんなやって今吐き出したじゃないですか感情<ー>それがやっぱり僕ドキュメンタリーだと思っててラジオってすごくねそれが面白いんですよ<ー>だって。 テレビとかではなかなか見れない世界なんですね、編集とかしてるし、うんあっちは。うんだけどこっちは生だし、そのなんていうのかな、もろこういうふうに出るじゃないですか、感情が。でもいいんですか、一個人のこんな一、<laughs> なんか <laughs>、そんな <laughs>、はい、大丈夫、楽しいよね、<laughs> そういうのが楽しいんですよ、だから個人のって言っても、でも、どっかでね、皆さん重、ね、自分に重ねる部分もあるし。 だから、いいんですけどねだからその今日ほら人生から語ってほしいとか恋愛から語ってほしいって言ったじゃないですか、それはそこなんですよね、実はその田辺さんが経験してきた紆余曲折の経て今、じゃあ、どんなやって仕事に向き合ってうん、うん、どんなやって、えー、と人が人と向き合ってるのかっていうのを語ってもらうっていうのが結構ね、ね、うん、面白いんですよね。深い 深いんです。うん、深い。今のチーム。そうえ、来てますね。ひまわりさん、山内さんが私の思いを代弁してくださいました。ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。えまちゃん、こうやってまたつながりも生まれますしね。はい、昼間仕事中にイヤホンで聞いてますが、たまに泣きそうになる時がある。過去溶接中にということ。 <laughs> あでも素敵ですね、うんうん、いいそれいいですね、はい、だからねこれからあのまあ収録とかねいろいろ多くなると思うんですが、はい、ぜひラジオ続けていただいてあもちろんです感情を吐き出す時は吐き出して、はい、じゃあたまにはまた山内さんまたお相手してもらってそうだねだから <laughs> ゲストをねまあ呼ぶ呼んで <laughs>、はい、こうホスト側に回るっていうのもうん、うん、多分それは 好きでやってるから面白いとは思うんですけどやっぱりたまにはね回、まあ、されるこ子猫ってそうですね、うん、会もあった方うが楽しいと思いますようん、うん、いやでもさすが山内社長本当社長だけあってもうまんまと今日は気分よくしゃべりましたよ,よかった <laughs> 泣いてもらってね <laughs> はい、えー、ひまわりさん私がテレビっ子ではなくラジオっ子である理由がここにありますうそうですよね本当にね何から僕あの感情とかもね結構出したりしてるんですよ うーん、はい、そうなんだ結構泣く人多いしねうん無<ー>理さんゲストに呼んでくださいということで機会があればぜひはいぜひはいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします私からもはいえー,ー最後なんか言いたいことありませんか言いたいことですかうん、んーんなんか自分語りは嫌だとか言ってたけどともうなんていうの別に嫌じゃないでしょうーん恥ずかしいまだ、まあ、まだ恥ずかしさはあります でも結構さらけ出したのにね、うん、まあでもこれを聞いてねもし何か自分に重ねて元気が出てくれる人がいるんだったらまあそれはそれでいいのかなってでそう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 あのーうん、最後になるんですけどこの離婚して沖縄に来てるじゃないですか今はその なんていうんですかね。そういうお相手はいるんですか。お相手がいないんです。いない。いないんです。じゃあ募集しますか。どんな人がいいかちょっと PR しましょう。本当ですか。いいんですか。え今ですか。えいついうんですか。終わったからです。まあもちろん優しい人ですよね。はいはい。まあそれはね。鉄板ですよね。はい。うん。 あとはですね料理ができる人とかか料料料理理理がでででききる人ないんす別に普通にできるんですけどできるっていうかでも別に上手じゃないしなんか一人でやるんかねあれなんですよ真面目なんで自分がやらないといけないと思っちゃうんですよはいだからちょっとなんていうんですか気が抜けないっていうかそれでちょっとやらなきゃってなるので。はい 作ってくれたら作ってくれたんだなって、それだけでも超毎日がハッピーになると思うんですよ。もうそれちゃうそれだけで。それだけ簡単ね。簡単です。あんまりシェフさん、俺じゃんって来てそうなんですか。シェフだからね。そっか、本当だ。むエさんは外食外食って来てますが。外食もいいですね。外食大好きなんですよ。外食大好きっていう。外食大好きっぽいですね。大好き大好きなんです。 こういうのはもう隠さない方がいいですからね。そうですよね。はい、うん。じゃあ料理をできて、はい、優しい他にあります？<laughs> 他にあと一個ぐらいは言っとく。そうですね。なんか三十秒ですか。三十秒で、うん、なんか今日あった出来事とか話したい方なんですよ。はいはいはい。なんであのめちゃめちゃ聞いてくれる人？<laughs> あ最後はハードル高いな。<laughs> ハードル高いんですかそれ？ じゃあ最後終えましょう <laughs> <laughs> どうぞ <laughs> はい、はい、じゃあということでエンディングのお時間になりました、うん、また10秒しかなりますじゃあ今日は FM 技能版の山内社長にお越しいただきました <laughs> 山内さん今日は本当にありがとうございました <laughs> はい楽しかったです楽しかったです <laughs> 皆さん本当にありがとうございます。楽しかったです、おかげさまで。はい、ありがとうございました。まんまるシェフさん、えまエマッちゃん、沖縄大好きさん、ムースさん、ひまわりさん、うんえー、ありがとうございます。あ、太子さんもいたね。ちわってこと。あ、なぎすけさん。なんかなぎすけさん久しぶりだな。皆さん、あのー、優しくて。いや、本当に思った。めっちゃみんな優しい。<laughs> 私あんな泣いたからかな。そうですよ。<laughs> 皆さん優しくてあとなんだっけ、うん、料理ができて話を聞ける人。ぜひ募集中でございます、ね。皆さんの優しさにまたちょっとウルウル来てます。<laughs> いやこういうの本当に予想以上にウルウル来ますよ本当に。来るよね。うんうん、そうみんな優しいんだよ。ああ嬉しい良かった FM ぎのわんで。 ほんとねみんな優しいんですよねんこんな優しかったらまた話してもいいかなって思いますもんねやっぱりねっ話を聞けるリスナーさんいるかなでも聞いてくれてるからコメントくれてるわけだしあまあそううだね、うんそうだね、うん、やっぱ山内さんだからじゃないかな、うん あでもいいラジオ曲だやっぱや曲長が山内さんだからかなって来てますよ。そうなんですよ。あ褒められてます。良かったですね今日全然褒められないって言ってたから山内さん <laughs> ちょうどさっき良かったじゃないですか見てもらって <laughs>、ね、<laughs> 山内さんもみんなファミリーでしてあり,い、ね、ありがとうございますよかったですね。うん <laughs> 山内さん。<laughs> <laughs> 本当ねありがたいですよ本当にありがたいですね、うん、いやいやいや<う>あいつもありがとうで夕飯がおいしくなりそうだね、うん、ねえ本当ですねビールがおいしく飲めそうです <laughs> ビール派ですかうんビールかそうですねまあカクテルとかも飲めますけど島の島島飲めるようになりたいんですよ、ね、うんそう おありがとうございます。明日はねマナミンと一緒に喋ります。りこパンお休みです。またね。またまた来てください。ありがとうございます。